のキャンプ命をいただきますの巻。どうして食べる前にいただきますって言うの？文佐藤麻代、絵内藤幸、声美咲明美、監修ケヤの森自然塾。今日は源流キャンプの日。天気は最高。忘れ物はないかな。着替え、長袖、パンツ、軍手、靴下、革用靴、皿、お茶、タオル、濡れたものを持ち帰るビニール袋。車で山に向かい、川沿いの道を走った。山に入ると、川は細くなった。水もどんどんきれいになっていった。川のせせらぎと一緒に、小鳥のさえずりが聞こえる。さあ、着いたぞ。川岸に荷物を置いたら、まずは火起こしだ。新聞紙を丸めて、マッチで火をつけた。小枝を燃やし、だんだん太い木を入れていった。酸素がよく入るように、内輪で仰いだ。火の勢いが強くなったのを見て、炭を入れた。よし、ニジマスを捕まえるぞ。川の中に網で囲ったいけすにたくさんのニジマスが泳いでいる。僕は軍手をつけた手でニジマスを掴んだ。あ、しまった。ニジマスはぬるぬるした体をくねらせ勢いよく跳ねた。何度も失敗してやっと一匹捕まえることができた。えいと、僕は力いっぱいニジマスの頭を岩に叩きつけた。なんだかドキドキしてニジマスにすまないなという気持ちになった。気を失ったニジマスの腹を上にしてナイフでぐさっと刺してぐぐっとエラのところまで腹を裂いた。まだ生きてる。内臓を出し、血合いを取って、きれいに水洗いした。小さなピンク色の心臓は、まだピクピク動いていた。塩を体中に塗りつけて、竹串に刺して、炭火にかざした。じっくり時間をかけて焼いた。ニジマスの美味しかったこと。僕は頭から尻尾まできれいに食べた。骨はまた炭火で焼いてポリポリ食べた。ニジマスの大切な命をいただいたのですから、僕は少しも無駄にはしませんでした。